ープル超合金のドーナツでーす。今回はですね、ラグビー女子に聞きにくいことを聞くということでやってまいりました。どうせ筋肉好きなしょうもね女子ばっかなんだろうな、きっと。あったここがラグビー夜の聖地、夜の聖地。フードドリンク充実してます。まあ、こっちの方が興味ありますね、私は。ラグビーより。これは2階かな、2階。はあはあ、ちょっときつい、きついな、もう。ちょっとこれ、いるのかな、人。失礼します。どうもー、こんにちは。今回安藤が訪れたのは高田馬場にあるラグビーバー。店内にはサイン入りユニフォームやシューズなど貴重なグッズが飾られ、まさにラグビー一色。ファンにとっては聖地とも言えそうな場所だけに、ミーハーな子は来ないのでは。まずは店長に話を聞いてみた。結構ファンの方が増えてるって聞いたんですよ、はい、ラグビーファンの方が、はいはい、それはどう思います？いや、もう明らかにお店やってても、もう明らかに女性が増えましたね。やっぱりワールドカップと五郎丸選手の効果で。あ、なるほど。それも最近好きになったなっていうのがもうすぐに分かるような女性が増えたので。にわかファンということですか？にわかって言ったらあれですけど、まあ最近好きになった、はい。でもこれからにわかから本物のファンになった、はい、可能性も全然ありますもんね。僕も実際、ね、好きなところはにわかですから、みんなにわかを通って、そのコアな方にね、コアなファンになりますから、そうですね、はい、そういった意味ではもうにわかファンが今たくさん増えてて、いいことだと思いますね。そうですね、はい、最初みんなそうですよね、にわかですもんね、はい。ラグビー選手ってどんな女性と付き合うんですかね？あくまでもこう聞いてる話ですけど、はい、ラグビーって特に体を酷使するスポーツなので、例えばそのフードアドバイザーとか、そういうなんか料理とかに特に気を使ってる女性とかに惹かれてて結婚する方が多いように思いますね。私みたいなフードファイターではないってことですか？あ、でもフードファイター好きなタイプもたくさんいますね、多分。あ、なるほど、はい、どっちが食べるかみたいな。なるほど、はい、で食べた後スクラム組むみたいな。夜のスクラム、夜のスクラムもガッツリ行くっていう、ね、マスター。そこまでですよ、はい。店長さん曰く、最近ファンになったミーハーな女子たちも来るらしい。というわけで店内で待たせてもらうことに。全然来ないですね。待つことおよそ1時間、ついに女性客が。こんばんは、すいません、メイプル超合金の安藤と申します。ちょっと取材なんですけど、顔大丈夫ですか？出しちゃって。あ、すいません、よろしくお願いします。あ、大丈夫だって。お名前聞いてもよろしいですか？薬師寺です。薬師寺さん、はい、わー、いい名前ですね。ありがとうございます。よくこちらのお店はいらっしゃる？今日初めてで。え、名古屋に住んでるんです。え、そうなんですか？はい、昨日の試合見に来て。昨日の試合、はい、スーパーラグビーのサンウルブズとレベルズのスーパーラグビー、ラグビーの、はい、ラグビーのルール私あんまり知らないんですけど。あ、でも私も全然。あ、そうなんですか？なんとなくで見てます。わざわざ会場に試合を見に行くが、ルールはあまり知らない。ではラガーマンの強靭な体に興味があるミーハーなファンではないのか。さあ安藤よ、聞きにくいことを聞け。聞きにくいことなんですけれども、はい、みんなガタイがいいじゃないですか、はい、ラグビー選手って、はい、ああいうムキムキな筋肉質な方がいいのかな。私は細身の子からのが好きです。あれそうなんですか？はい。別にじゃあ、五郎丸選手いるじゃないですか、かっこいいなって思うんですけど、はい、ポジションで言うなら、はい、スクラムハーフとかの小柄な感じの方が好きです。スクラムハーフ、
なるほど、スクラムハーフですね。はい、ちょっと出直してきますけど、その辺に関しては。はい、あ、じゃあ別にそういうラグビー選手がかっこよくてとか付き合いたいとかそういう気持ちよりもラグビーのが好きです。あ、そのものが好き。はい、そのものの方が。うわ、これ名言出ましたね。なんかワールドカップもあるって聞いたんですけど。はい、2019のワールドカップが日本でされるのと、そうなんですね、はい、あとオリンピックも7人制7人でやるラグビーが7人で、はい、通常は何人なんでしたっけ。15です。15人が7人でやるラグビーもあるんですね、はい、スピーディーに。じゃあもう人が少なければ少ないほど走る距離とか、そうですね、結構ね、はい、グラウンドの大きさ変わらないので。わあ、だいぶゴリゴリのファンですね。プロっすね、プロのファンです。